スホーイスーパーアジェット100の墜落事故とは、2012年5月9日にデモフライトを行っていたスホーイスーパーアジェット100が、西ジャワ州ボゴールのサラク3に墜落した事故である。乗員乗客45名全員が死亡した。この機体には、各国の主要航空会社の代表者やスホーイ社の社員も登場していた。その後の調査により、機長を含む、 操縦士全員が飛行する地域の地形を理解しておらず、対地接近警報装置を無視して警報システムの誤作動だと考えたことが事故原因だと結論付けられた。さらに、ボイスレコーダーの解析により操縦士が当時、コックピットにいた見込み客との会話に夢中になっていたことも明らかとなった。墜落の2日前に、ネピドー国際空港で撮影された 事故機スホーイスーパージェット100は1991年にソ連が崩壊した後にロシアが初めて製造した民間旅客機である。事故が起きた日のデモフライトはカザフスタン、ミャンマー、パキスタン、インドネシア、ラオス、ベトナムの6カ国を回るアジアツアーの一環でインドネシアを訪問した後はラオスとベトナムに向かう予定だった。事故発生時にはスホーイ社は 世界中で170機のオーダーがあり、うち42機はインドネシアからだった。そして、スホーイ社は、およそ1000機近くのスーパージェットを製造しようと、考えていた。ボゴール方面から見た、サラクサンサラクサンには、以前から、航空事故が後を絶たず、2002年から2012年までの10年間で7回事故が、起きていた。SSJ-100 が墜落する、少し前にも、 訓練機が墜落し3人が死亡している。2008年には、インドネシア空軍機が墜落し18人が死亡した。2004年6月に5人、2004年4月に2人、2003年10月に7人、2002年10月に1人が墜落事故で死亡している。ジャカルタポストは、墜落事故の多さから、サラクさんを飛行機の墓地と名付けた。 山岳地帯の乱気流と急激に変化する気象条件は、この地域で起きる多くの墜落事故の原因となっている。事故現場 SSJ-100 は、現地時間14時にハリムペルダナクスマ国際空港を離陸し、デモフライトを行って、出発空港に戻る予定だった。デモフライトはこの日2度目で、乗員6名とスホーイの代表者2名、乗客37名が搭乗していた。 乗客の多くは、アビアスター、バタビア航空、ペリタヤ、スリビジャヤ航空から来た代表者だった。14時21分、理由は不明だがパイロットは1万フィートから6000フィートに降下することをリクエストし、管制官は許可を出した。これが管制との最後の更新となった。そこは、ジャカルタから南へ75海里にある高さ7254フィートの サラク山の近くで、それは要求された飛行レベルよりも高い山だった。同期は14時33分にサラク山に墜落し、45人全員が死亡した。アビエーションヘラルドのサイモンフラデツキー氏は次のように報告している。航空管制官は英語での更新の際、特に言語上の問題はなかったと報告しています。 パイロットが右旋回と降下をリクエストした時は、ボゴール上空、サラク山の山頂から北東23回りの地点でした。リクエストを拒否する理由もないため、管制官は許可を出したが、その後航空機からの応答はありませんでした。右旋回後の方位210度のままサラク山に墜落したのかは不明ですが、ATC はブラックボックスが航空機のたどった道のりを 説明してくれることを望んでいます。またすでに、フライトプラン、レーダーデータ、ATC 記録、管制官へのインタビューの写しを含むすべてのデータは、インドネシア国家運輸安全委員会に引き渡されています。5月10日くじ、サラクサンで、スホーイスーパージェット100の残骸が発見された。機体は墜落直前に、ジャカルタに向かって、山を時計回りに飛行していたことが分かった。 予備調査報告書では、機体は6270フィートの高さの崖に激突した後、5200フィートの地点まで斜面を滑り落ちたとされた。現場には、航空機ではアクセスできず、救助隊はその日の夜になっても墜落現場にたどり着くことができなかった。事故機の衝突した後が残るサラクさん事故翌日、ドミートリー・メドベージェフ首相は、事故調査のため、 ロシア産業貿易省のユリー・イス・スルーザー率いる事故調査委員会を発足させた。インドネシア国家運輸安全委員会によると、墜落原因特定には最大でも12ヶ月かかるとされた。2012年5月12日、北体尾翼部から約200メートルの地点でコックピットボイスレコーダーが発見され、同年5月31日にはフライトデータレコーダーが発見された。 最終報告書は2012年12月18日に発表され事故につながったとされる原因はすべてヒューマンエラーによるものだと結論付けられた。詳細は以下の通り。ありがとうございます。